ブレーはアイルランドのウィックロー県の北部にある町である。この町は郊外の海岸沿いにある人口密集地で人口は3万1901人あり、5大都市を除けばアイルランドで4番目に大きな町となる。この町はダブリンの南 20km にある東海岸沿いの町である。町にはいくつかの工場があり、車や鉄道により、 ダブリンに通う人々が暮らしている。また、周辺の地域にとって商業施設がある街でもあり、週末にはダブリンから観光客がやってくる街でもある。街はダブリン県とウィックロー県の境界にあり、街の北側の一部はダブリン県に属している。ブレーはアイルランド唯一の映画撮影所であるアードモアスタジオが存在する。 ブレー丘陵の頂上伝統的な町の紋章は、慣習的なものが多いが、ブレーの紋章は、地形的な特徴と地方の歴史を表現する形で、考案されたものである。縦型の紋章において、その縦を上下二つに分けている。帯の部分は、ドラグル側にかかる橋を表している。この川は、ブレーとリトルブレーを分けている川である。左上に描かれたベルは、 ブレイ丘陵にあるラヒーナ・クルークの教会の跡地を表している。右上に描かれたライオンは、オ・トゥール一族の紋章を表しており、彼らは、ウィックローの歴史で重要な位置を占めている。真ん中に描かれた岩メはブラバゾン家を表しており、彼らは、ブレイのキルダリーにおいて、巨大な領地と邸宅を保有している。下側に描かれた人魚は、ブレイの海への密接な関係と、 クロムウェル戦争に関与したアイルランドの家系であるオビルネ族との両方を表している。文章のもとに書かれた名であるフェイラーラ・アグス・フォローティアはもてなしと歓迎の意味である。中世にブレーは沿岸地区の国境に存在していた。この地域はペイルと知られているダブリン城からイギリスの王家により直接支配されていた。内陸の地方はゲールの族長の支配を受けており、 これらは、オ・トゥールー族、オービルネ族等がいた。1649年の8月か9月に、オリバー・クロムウェルがダブリンからウェックスフォードに向かう、途中に、ブレイに滞在したと信じられている。17世紀と18世紀において、ブレイは小さな漁港の村であったが、18世紀終わりに、ダブリンの中流階級の人間が、都市生活から逃れるために、 比較的に都市に近いブレーへ移住した。この時代における建築構造の例としては、エニスケリー近くのパワーズコートハウス等に見ることができる。ダブリンキングスタウン鉄道は1834年にアイルランドで初めて開通した鉄道であり、1855年にブレーまで延長された。鉄道により、 街はアイルランドで最も大きい海岸沿いのリゾート地へと成長した。第二次世界大戦の発生により観光産業は保留の状態となった。しかし、1950年代にイングランド、スコットランド、北、アイルランドからの旅行者が厳しい配給から逃れるため多数ブレーに戻ってきた。1960年代には外国特にスペインへの旅行が 人々の選択肢として上がってくると、街のへの観光客は減少し始めた。しかし、現在街はダブリンからの観光客が多く、彼らは海岸や娯楽施設やアイスクリーム、ファーストフードで楽しんでいる。ブレー丘漁から見た街の様子2006年の調査では、ブレーは3万1901人のアイルランドで9番目の人口を持つ街である。 ドラグル川は、ウィックロー山地の近くの切符や山を水源とし、ここで海に注いでいる。ブレーキューリョは遊歩道の南の終端に位置し、その道は頂上に通じている。ブレーキューリョにある岩石は交差岩と石英半岩の混成物である。沿岸を走る鉄道は、ブレーの南からブレーキューリョの海沿いの斜面に沿って走っている。ブレーキューリョの頂上には、 大きなコンクリート製の十字架が存在し、遊歩道から見ることができる。遊歩道は地元の住民や観光客が散策する際に使用される。街はアイルランドの海岸線沿いにあり、ダブリン県のシャンキルが北に、ウィックロー県のグレーストーンズが南にある。西には絵に描いた村のようなエニスケリーが、ウィックロー山脈のふもとに存在する。ブレーには、 上議会が存在している。しかし、2001年の地方政治法の施行前には、ここは地方区であった。ブレーの北部分は、残りの町の部分と切れ目なくつながっているにもかかわらず、断アリ軍にある。その境界は、正式には9個な航空自治区に沿って存在し、ビッグロー県とダブリン県の境界でもある。そのため、ブレーの北側の部分すべては、ダブリン県 ブレーとなる。ブレーとダンダルクは、その町の規模から12人の議員を持っている。ダンダルク、スライゴとドラハダのように、ブレーは、区のシステムを使用している。また、南ブレーの南十字星通りの周辺は、ブレーの町議会の管轄地域ではなく、ウィックロー県議会の管轄地域となっている。ブレーのデイリー駅ブレーには、ダブリンを含む北部とウィックロー県とウェックスフォード県を、 含む南部の重要な公共輸送機関が存在する。ブレーは、北は、マラハイドや、ホースまで、南は、グレーストーンズまで伸びるダートの沿線にある。また、町は、ダブリンの中心にある、コナビー駅や、ドラハダや、ダンダルクまで伸びている、主要路線である、アイルランド国有鉄道の駅も存在する。南へは、鉄道線は、アークロー、ゴーリー。 ロスレアユーロポートへ伸びている。ブレーの鉄道の駅はアイルランド革命のエドワード・デイリーから名付けられている。ブレーのデイリー駅は1854年7月10日に開業したブレーを通過する。バス会社は4社存在する。それらはダブリンバス、バスエリーン、フィネガンのブレー、レンダーロフホバスである。ダブリンバスはダブリンの中心部と各地の間や ブレーの大部分のエリアにおける頻度が高く大規模なサービスを提供している。ダブリンバスは、ダンレアリー、エニスケリー、グレーストーンズ、キルマカノグー、キルコーレ、ニュータウンマウントケネディへのサービスも提供している。ブレーニルバスのグリーンラインを延長する計画があるが、これが街の中心部まで伸びるか、また街のァスロまで伸びるかも、 不明である。旧ハーコート通り鉄道線は、ダブリンのハーコート通りからブレーまで走っており、新しいルアスは、ほぼそれに沿って走っている。今日、ブレーは、休日のリゾートで活気があり、素晴らしいホテル、ゲストハウスの宿泊設備、店舗、レストラン、夜間の娯楽施設が存在する。街では、様々な祭りのイベントも楽しむこともできる。 15ある18ホールのゴルフコースやテニスコート、釣り、セーリング、乗馬を周辺で楽しむこともできる。ブレーの他の特徴としてゲームセンターのような娯楽施設がある。また、クイーンズボロ通りにレジャーセンターが、また、ストランド通りには国立シーライフセンターがある。グレーはウィックロへの入り口として知られており、国内では海岸沿いの町で最も古い町である。 ブレーには1 6トル以上の長さの砂浜と小石でできた安全な海岸があり、広い遊歩道に面している。そこからの景色にはブレー丘陵が存在している。この丘陵は海に対して急斜面であり、山と海両方を視野に収めることができる。街の名前は丘、地上より登るの意味があり、これはおそらく ドラグル橋からベベー岡まで町が少しずつ傾斜していることから取られたものだと推定される。ブレーはあらゆる年代のハイキングを行っている人や散策を行っている歩行者にとって理想的な場所である。散策を行う人は1マイル以上の長さの遊歩道を歩いていると多数の地元の人に会うことができる。その遊歩道は白鳥の群れのいる海岸から南端は ブレー丘陵まで続き、その先は頂上まで道が続いている。また、7キロメートルのブレー丘陵に沿って、グレーストーンズまでの崖沿いの散策は人気があるものである。ブレーにおける他の名所として、古い議会堂やビクトリア時代の建物のある臨海地区とブレーの港、セイポール協会、ブレータウンホールがある。毎年行われるブレーのサマーフェスタは、 町が主催する観光イベントである。毎年7月から8月にかけての6週間にわたり開かれる。ブレーのサマーフェスタでは、ライブ音楽、市場、スポーツのエンターテインメント、カーニバル、家族で楽しめる娯楽など100以上のイベントが行われる。ブレーのサマーフェスタで演奏を行ったパフォーマーは、マンディ、ブライアン・ケネディ、アンダートーンズ、ホットハウス・フラワーズ、 メアリー・ブラック等がいる。2006年には6万人以上の観光客が7月中旬の週末のブレイサマーフェスタに参加した。ブレイは、また、毎年聖パトリックの祝日を祝うためのカーニバルと祭りのイベントを行っている。ブレイの聖パトリックのカーニバルとパレードは、ブレイと各地区により行われ、5日間のカーニバル、パレード、催し物がある。ブレーでは、 5月の週末に国際的なジャズフェスティバルが開催される。このイベントは2000年に開始され、アメリカの演奏者、スティーブ・コールマン、アンドリュー・ヒル、マイク・スターニや、偉大なフランスのベース奏者、アンリ・テキシェや、ポーランドのトランペット奏者、トーマス・スタンコなどが参加した。2007年のイベントでは、アメリカのトランペット奏者、デーブ・ダグラスや、フランスのクラリネット奏者、 ルイス・クラビスらが参加する。ブレイの歴史において、ブレイ出身もしくはブレイに在住した人物で、有名人が何人か存在した。アイルランド裁判長のトーマス・ラングロア・レフロイは、最後の3年間をブレイのニューコートで過ごした。著者ジェームス・ジョイスは1887年から1891年までの少年時代の一部、ブレイのマーテロー等で生活をしていた。 その隣の二つのマーテロー等は、歌手メアリー・カフラン、作曲家、ロジャードイルと映画監督を含む有名な居住者と、著者ニール・ジョーダンのその妻であるベバリー・ダンジェローを含む人々が住んでいた。1980年代に、その丘陵に名前が付けられた後、ボノがマーテロー等を保有していた。他に、歌手のシネイド・オコナー。 野生生物映画制作者であるイーモンド・ビュートラーや、放送キャスターブライアン・ファレル、作曲家喧歌手のフィル・クールター、オペラの主役コルム・ウィルキンソン、作家デイビッド・ホイートリー、コメディアンのダラオ・ブライアンは、ブレイ出身である。RTE ニュースのジャーナリストのチャーリー・バード、喜劇役者のデイブ・アレーも、ブレイに住んでいた。最近のブレイ出身の有名な人物としては、ミドルセックスと、 イングランドクリケットのスターであるエド・ジョイスがいる。また、フォークシンガーのフィオン・リーガンもいる。ドラグルガーが流入する、港の白鳥ブレーヘッドクロス。ありがとうございます。